東向商店街は奈良県奈良市にあるアーケード商店街。近鉄奈良駅前の東王寺から三条通りまでを南北に結ぶ。近鉄奈良駅側商店街入口奈良市の旧市街を代表する商店街であり、老舗が並ぶ。また、大阪や京都、神戸と直接結ばれる近鉄奈良駅前に位置し、奈良公園や奈良町からも資金であることから、終日観光客で賑わう。 また、観光地の商店街の例に漏れず、土産物店も多い。最近では、土産物店や老舗と並んで垢抜けたカフェや雑貨店も増えており、小西桜通りや三条通りと並んで、名実ともに奈良を代表する商店街となっている。アーケード装飾東向き商店街は、平城系の下京六望王子であり、東側はすぐ幸福寺の境内となっている。 このため、通りの西側にのみ建物が建てられ、すべての建物が東を向いていたため、東向きと呼ばれるようになったという。その後、幸福寺の勢力が衰退すると、通りの東側にも建物が建つようになった。1914年に大阪電気軌道が上本町奈良館を開通すると、東向き商店街は駅前商店街となり、発展した。 戦前の最盛期には高島や矢大金百貨店が出展するなど奈良最大の繁華街となった。戦後も国際文化観光都市奈良を代表する商店街であり続け現在に至る。なお、現在のアーケードは1984年に再建されたもので同じ年にこれを記念してギャルミコシが安倍在天祭りのイベントとして行われるようになった。その後2 0 6年に 資金不足と人手不足のため中止されることになったが、5年後に平地路線と1300年祭を記念して復活している。三条通りが入り口。ありがとうございます。